大阪を代表する盆踊り河内音頭。河内音頭は洋楽となにわ節が融合した語り芸とも言われており、決まった楽譜や歌詞はありません。即興で読み上げる音頭取りは、歌いたい歌詞を自由にアレンジした楽曲に乗せて聴かせます。そのため河内音頭は歌う音頭であると同時に語り芸とも位置づけられています。また豊かな音楽性も魅力の一つ。他の盆踊りでは類を見ないエレキギターやシンセサイザーなど洋楽を用いた演奏も河内音頭の魅力です。音頭に合わせた踊りも様々な形があり、その総数は100を超えると言われています。伝統と新しい音楽の組み合わせにより長年愛される語り物芸として河内音頭は成長、活躍の場を広げています。河内音頭の本場である大阪八尾市、夏には市内の様々な場所で矢倉が立ち、河内音頭が楽しまれています。9月上旬には八尾河内音頭祭りが開催され、八尾の夏の風物詩となっています。八尾河内音頭祭りでは河内音頭の踊りの美しさ、まとまりを審査する河内音頭グランプリも行われ、伝統的な踊りから現代風にアレンジした踊りまで多くの団体が参加しています。第40回八尾河内音頭祭りでは、最多人数で同時に盆踊りを踊る世界記録を樹立。市民に根付く河内音頭は世代を問わず愛され続けています。八尾河内音頭連盟、現在会長させていただいております、2代目三好はじめです。よろしくお願いします。八尾を代表する祭りですよね。一つの場所で一つの踊りで八尾を囲んで楽しく踊って、見ていただく、聴いていただくという祭りになっている。盆踊りっていろいろあると思うんですけど、踊ってるだけとか、河内音頭は歌い手があって聴いてる方、また踊ってる、矢倉がありますよね、四角四面の矢倉がの。そう中心にして縁になって踊るというのが、おじいちゃんおばあちゃん孫さんとか連れてね、その縁に加わって踊るというのが一つの魅力やと思いますけど、八尾の、血が騒ぐっていうんですかね、八尾に住んでる人は楽しみにしてはるし、当然僕らも踊りも楽しみですし、年に1回ですけども集中できる、踊り子さんも踊りも一つのものに楽しめるというのが一番魅力だと思います。みんなが一つの門に集中できるのが河内音頭の魅力だと思うので、一回八尾に来ていただいて、その輪の中に、矢倉を囲んで輪の中に入っていただいて、別にこの踊れなくても手を叩くない、足を踏みするない楽しめるので、ぜひ八尾に来ていただきたい。伝統と革新が融合する八尾の庶民文化、河内音頭。今や河内音頭は型にはまらない芸能文化、さらには世代をつなぐ絆として、幾重にも踊りの輪が広がります。世代を超えて人と人の心をつなぐ踊りの輪を、これからも守り続けていきましょう。Oh,
祈り立て祭り